こんばんは。6月23日、たびたび夢大陸、スタートします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ですね、今日はですね、クリちゃんと私とか、なんでこんな格好してるかって言いますと、ね。うわ、すいません。大丈夫ですか？はい。フェーブルマンション言いまして、フェーブルファミリーの個人用住居を一般公開した豪邸にお邪魔したいと思います。はい。はい。うん、よろしくお願いします。はい。じゃあ、ひまちゃん、自己紹介したいと思います。はい、ですね。はい。お願いします。あ、ひまちゃん。あ、確か。もうなんか、相変わらずぐだぐだしちゃいます。ごめんなさい。大丈夫よ。よろしくお願いします。はい、イェーイ、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、渡していいのかな？はい。はい、皆さんこんばんは、クリです。今日は、豪邸ということなので、ちょっと、米倉涼子さんでしたっけ？コマーシャルで、ほっ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 と高笑いをしているような、ああいうイメージで、やってまいりました。よろしくお願いしまーす。楽しみにしてまーす。イェイ。はい。今日は、おてつが、キャバクラワールドカップに出場をして、今、現地からこっちに向かってる最中だそうです。はい。早くこっちに戻って来いよ、おてつ。戻って来いよ。今日はひまひまいつになくテンパってるぞ。認めちゃったよ。食べすぎよービルビヨーンまたイエーイ、お願いします。はい、じゃあおてつさんを待ちながら、はい、ということなんですが、まず旅に出る出発する前に、はい、この番組のスポンサーシップの皆様をご紹介いたします。はい、はい、この番組の提供シムはJサポ、SSOC 以上のシムの提供でお送りいたします。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こちら、今日ご案内するところは、ルフェーブルファミリーの個人用住居を一般公開した豪邸ということです。ルフェーブルファミリーね。ですね、まず建物自体は、カヤーエンジェルさんによる設計で作られています。なるほど。なんかかなりゴージャスなので楽しみにしてください。はい。で、お家の中は、いわゆる住居というよりは、パーティーをしたり、ディスカッションをしたりとか、そういったものに使われているような感じです。レセプションやイベントなどで実際使ったりしているみたいですね。なるほどね。なので、なかなか普段見ることができない感じなので、楽しみにしてください。お金持ちの家に行くのかい？これから僕たちは。お金持ちの家に行くのかい？そうそう。そういうことね。一応ね、役柄設定があったのよ。そう、今日はクリオネお嬢様を、の執事のひまひまがご案内するという。なんでその二人で。そうよ。だからこういう衣装なの。そうなんですよ。僕の方はじゃあ、それをこう積み立て遠くから見てる感じでいいな。私のペットのロボットでもいいわよ。意味わかんないよ。なんでペットにしたいんだろう。セクハラ用事で問題にしてやるぞ。今流行りの。そうね。はい。はい。OK? はい、じゃあ、オーナーさんもご紹介しちゃいます？あ、そうですね。マーカス・ルーブルさんで、SL の中で
モデルさんもやられているということです。あ、マーカス・ルフェーブルさん、ね。ルフェーブルさん、失礼しました。はい。で、私たち前行ったボズルのマガジンのライターさんでもあるそうです。なるほど。あとね、そうですね、はい。そうなんですね。他にもなんか知らない。そう、ジャパンフェアにも出てらっしゃったモデルさんとして出てらっしゃったみたいですね。なので、イケメンですね。お家に行くとたくさん拝見することができるので。あ、ご本人のお写真ですか？と楽しみに。はい。って感じです。はい。はい。ではでは。出発？出発しますか。オッケー。はい。行ってみましょう。行ってみましょう。はい。はい、こちらで。ついていきますわよ。私たちが背中にしていたショップなんですけども、はい、こちらも男性の。あ、こちらショップなんですね。うん。面、男性専門で、アクセサリーや、あとネイルとかも。で、もちろん豪邸にあったタキシードとかも置いてあります。なるほど、なるほど。欲しい方いいかもしれないです。ああ、なるほどね。男性のものしか扱ってないってことですね。なんか男性だけです。そして、珍しいね。お隣の建物、まだね、豪邸の中には入んないんですけど、はい。お隣の建物が、ミュージアムっていうのかな、ギャラリーになってます。うん、うん。なんか豪邸だわ。なんかね、現代アートって感じ。中に入ってもいいのかしら？入って大丈夫です。当然、お買い物することもできます。あ、え、このアートも買えちゃうの？そうそう。そうなんだ。本当にね、めちゃくちゃ高いわけじゃないので。あ、本当だ。うん。お部屋に合うのがあったらいいんじゃない？あ、なるほどね。うん。そう、モダンな感じですよね。そうですね。ね。うんうん。モダンだなぁ。うん。そうね。じゃあ行きまーす。はい。はい。そしていよいよ、ごめんなさい、動きが。うん。いよいよ、ここにお邪魔したいと思います。うん。あ、ここがお玄関なんだ。そうなんですよ。すごーい。メガネの外にいたの、私たち。ああ、そうだったんだ。お邪魔します。お邪魔します。おいやー、素敵。こちらもね、綺麗なんで。うんうん。こっから、うちの中に入ってきます。あ、そこ、ここですか？ん？あ、ここ、ここなの？そこかな。ダーンと。おー。おー、すごい。手入れがよく届いた。ね、お庭って感じね。うん。雑草一つない。ね、ほんとね。芝生が綺麗に刈り込まれているっていう感じ。そして、どこから入っていいのか実はよくわかんなかったんですけど。あら、プールがあるわ。うん。でもきっと正面玄関。うん、プールね。素敵だわ。いや、ほんと素敵ですよね。これは何なんでしょう、お池なんでしょうかね、そのプールなんでしょう。これね、プール。あ、これプールなんだ。うん。あ、もう飛び込んでる人がいますけど。もう飛び込んでる人がいますけど。あ、プール、深くなってる、深くなってる。あ、そうなんだ。うん。うーん。あ、プール、プール。素敵だわ。はい、プール、プール。よいしょい。はい。じゃあ、はい、まるで宝塚のような階段。おー、ますわよ。ここがお家の玄関よ、どうして。はい、すごい豪邸なんでございますけど。へぇー。こっちよ、こっちこっち。大丈夫？見えてないのか。見えてない、見えてない。わあ、本当にすごーい。すごい素敵だわ。なかなかないですよね。うん、素敵な建物ね。うん。うん。そしてじゃーん、お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。ごめんなすって、ごめんなすって。はい、じゃーん。ここが、玄関。うん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 。本当にマンションだわ。うん。すごい、
家具も素敵なんで、本当に重厚感があって。きちんと、うん、パブリックもすごく素敵なので。本当だね。ゆっくり見学しましょう。あ、このひょっとして写ってるのがご本人ですか？はい、オーナーさんですか？オーナーさんですね。あ、写真のモデルさんがこっちの男、正面の男性ですね。こちらですね。あ、これ撮られた。うん。あ、この人ね。はい。まあ天井も素敵。待って。天井。うん。おー、天井。ね。うん、すごいね。すごい素敵ね。すっごい天井高いですよね。ね。うん、あのね、すごい重厚感がありますね。うん。あー、ちゃんとさ、そうなんですよ。で、すごくちゃんとしてる。うん。うん、こっちの方もお部屋があったりとかするんですが、ここ廊下があって。うんうん。まあ、迷っちゃうわね。うん。で、ここの正面から、はあ、あ、力いきます。ね、こっちいいの？いいの？うん、ここが一番、おぉ、広い、広間、広間。お広間。あららららら、パーティーとかできちゃうっていう、ここね。多分ダンスとか。ダンスとかね。うん、できる。うわぁ、でもいい。色合い、色調がすごく素敵。さっきの玄関から入ってくるとまた全然違う。うん、全然違う。空間が、うん、だと。ガラス？天井、ガラスですか？どれどれ？天井？あ、ほんとだー。あ、ほんとだ。すごい綺麗。すごーい。うわー、素敵だわー。シャンデリアも素敵だし。うん。ね。シャンデリア。まさに豪邸ですわね。豪邸ですよ、ね。ええー。すごい。そう、住居っていう感じではやっぱりなくて。うん。多分住居なんでしょうけど。住居なんでしょうけどね。うん。マンションって豪邸って意味ですもんね。普通の大きな家のことだからね。ああ、そっかそっか。うん。すごい素敵ですけど。こういう形で。うん。うん。テーブルや。いいねー。すごくいいね。でもなんかほんと色合いが素敵。素敵だよね。家具も全部素敵ですよね。うん、素敵素敵、うん。カーテンもなんか重々しい。そう、調度品もきちきちに飾られてて。うん。うん、ちゃんとしてる、ちゃんとしてる。ね。あそこにライブラリーみたいに本が。うん。とか。そしてですね、口、うん、口いっちゃいますよ。え、どっちどっち、はい、ちょっと戻ってください。はい。こっちでーす。はい。でね、うん。こっちのお部屋から、うん。よいしょ。ポンと。こちらにもお部屋があって、玄関から。かわいい。こっちなんか。雰囲気違う。ね、ギャラリー、ご自分のギャラリーみたいになってて、うん。うん。あら。すごい素敵なソファーが。そうなんですよ。でね、あの、だいたいどこのお部屋からも。あ、ちょうど、ちょっと今、あの、はい、カメラさんが落ちましたね。すいません。うん。ボイスだけつないでられるので。うん。皆様、ちょっとお待ちください。少々お待ちください。ね、すいません。はい。うん。じゃあ、ちょうどここの部屋でくつろいちゃおうかなって、ね。いいかも、いいかも。ねえ。え、ここにあるのひょっとして脚立なんでしょうかね、これ。なんでここに。え？こんな。ちょっと脚立。ここの部屋ってでもね、すごい、他の部屋とちょっと違って可愛い感じですよね、ファブリックとか。ね。うん。開けっぱなしで来ちゃって閉めちゃう。素敵。でもどのお部屋もね、なんかすごくこう、何？色調のバランスが取れてて、なんか、うん、心地よい雰囲気が漂ってますよね。で、どの部屋もやっぱり全部個性的なんで、あ、何クマちゃん、クマちゃん何？クマが動いてる。かわいい。クマの階段だったんだ。かわいい。かわいい。知らなかった。あ、すごい。あ、星を網で捕まえて、うん、
あー倒れちゃったおお。これはちょっとね、カメラさん戻ったら、ぜひ見ていただいた方が、そのためなんでここに場違いな脚立があるんだろうと思ったけど、すごいねこれ。そういうことだったんですね。うん。あ、ちょうど戻りましたね。映像の方も良かった、はい。よくできてるこれ。あー、ハッピーバースデー。なんか何に最後にこれ反対側で見なんて出てる？何？ちょっと見ちゃおうかな。あー、ハッピーバースデーだ。星バラマーク。すごいよ。お誕生日おめでとうってあなたに月と星をプレゼントするよって。かわいい。すごいいい感じ。だってこの脚立に乗ってなんか星とか捕まえてましたもんね。ちゃんと直して元に戻った偉い。で、あれでクテンさんと座るんだちゃんと。すごい。なんか、すごい。動くね。すごいすごい。うん。触ったの、そう。バースデーベアだそうですよ。へえ。これもらえ、こういうのもらえたら嬉しい。ね、嬉しいね。自分で買うのはなかなかね。うん。誰かにプレゼントしてほしいよね。かわいい。すごい。素敵素敵。よくできてる。ね。かわいかった、すごく。ね。じゃあ、この子は置いて。はい。行っちゃいましょう。はい、行っちゃいましょう。はい。で、各お部屋、大体が、ベランダとかバルコニーに、バルコニーって言うんですか？うん。見れるようになってます。ガラスもちゃんとしてる。こんな風に出れるんですけど、下の方に、この階段をちょちょちょっと降りて。ちょちょちょっと降りて。と、うん、うん。大丈夫かな？あ、池が見えてる、向こうに。そう。そこはね、ちっちゃな池なんですけどね。あそこの建物に行きたいのです。うん。これが。それぞれぞれ、たけるくん入ってみて。あじゃーん。あ、これは、屋外プールなの。インドアプールだ。すげーな。おまけにこれ、水面が天井に映ってるね。そう、すっごい綺麗だよね。すごい綺麗。うん、の時にも話したんだけど、SL であんまり屋内プールって見ないよね。そうね。そうね。そう、この天井の反射よくできてる、本当に。うん。すっごいこういうところも贅沢だよね。ねえ。贅沢だ。贅沢だわ。羨ましいよ。ねえ。すっごい素敵。贅沢だぜ。ね、作り込まれ方がなんか半端ない、素晴らしい。たけるくん泳ぐわけ？階段のとこのかな？え、これ？うん。俺ね、今泳ごうと思ったら泳げなかった。あ、ほんと？ここになんか登るだけだよね。登るだけなんだ。そうそうそう。ほんとだ、登ってきた今。泳げないのかな？なんかね、階段は、うん、登るだけだった。そっかそっか。そう、ほらね、本当だ登ってくるの。うん、へえ、なんか落ち着くわね。うん、ボールがないのもいいのかな、帰って。あ、確かに、現実味が増すわよね、ボールがないとかね。うん、うん、確かに。うん、よくできてるね、ここね。うん、素敵だよね。うん、窓の外の景色もいいしね。うん、うん、いい具合に光が入ってくるように本当ねなっていて、うんうん、まあ素晴らしいわ、ね、じゃあ、うわっ、なんでもない、ごめんなさい。なんでもないっていうのがおかしいんですけど、あれだけうわっとか言って、じゃあ次行きますよ。はい、閉めて、はい。はい。じゃあ戻ります。うちの方に戻ります。あー。庭も綺麗。
すよ。綺麗綺麗。うん。なるほど。よくできてる。そう、ザケル君買ってよ、豪邸。ねえ。え？え？この人の建物売ってるんじゃないの？売ってる売ってる。買ってほしいよね。買ってほしい、買ってほしい。売ってんのこれ。あ、間違っちゃった。どっか行っちゃった。俺の目の前で。消えたぜ。違う、間違っちゃった。大丈夫か？またホームに帰ったの？ここにいた。ごめん。大丈夫か？違っちゃった。テレポート送る。あ、うん、ありがとう。大丈夫？さっきのクマのところにいるわ、今でも。そう、クマのとこ行っちゃった。違って。違う、こっから入ろうと思った、ここ。あ、また違うとこクリックしちゃったとかな。うん、こちらです。はい。はい。さっきの広間に出る廊下でーす。こっからでも。どっちこっち？うん、また時お引き広間に出て、うんうん、でね、このまま正面、たけるくんこっちだよ。まっすぐまっすぐ、まっすぐまっすぐ、うん、ん、あ、大丈夫、ほいっと、ほいっと、俺なんかすげえはめられたかもなんかうんうんとか言われてたよね。どうしようもない。どうしようもない。うんうん。あら、素敵。え、どこ？こっち。素敵素敵。こっちか。うん。うん、もう分かってます。あ、もうなんかお食事。全然大広間じゃないよね、そっち。うん？まあ、広間だな。うん。まあいいや。こう。じゃないけどね、赤いお部屋です。赤いお部屋、うん、うん、で、ここもやっぱりお外がこういう感じで、あ、素敵、出てくる、また素敵なんですよ。素敵、いいじゃないか、閉めちゃうよ、うん、いや開けとけばいいの、なんだ、なんか、なんか上に対して不満があるのか、ないないない、すごくなんか、ここぞとばかり。お手つ早く帰ってきて。今すまない、いじめる。いじめてないよ。あ、でもこのガラスから透けてる感じがもうなんとも素敵ね。この。うん。ガラスのテクスチャーはね、すごい綺麗なんだよ。ほんとそうね。うん。素晴らしい。確かに。超いい感じ。ほんとほんと。すごく素晴らしい。うん、そしてこちらからまたお外に出ますと、本当にご本人の写真が多いですね。ね。うーん。一つのね、お部屋に行くのに、うん、やっぱりこういう小部屋があってお部屋に入るっていう。ああ。だって廊下なのかな。こういう感じがすごい贅沢で。贅沢贅沢。うん、なんだろう。豪邸を知らない私には思いもつよらない感じ。ここまでの豪邸はね、うん、きっとたけるくんぐらいしかないかも。そうだね、うちはまあまあまあ、そうだね。普通？これ、まあ普通だね。うん。うん、いやもう、まあ、そこまで心配になってるもん。部屋の途中の角に。ああ、またね、全然違う感じ。遊びがあるの？角角に。いや、うん。羊がいるかな、ああ、角角に、角角に羊がいる、そう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 、なるほど、あ、ここはあれね、オーディオっていうか、うん、ね、ビジュアルの、うん、すげー、ホームシアター的なね、うん、ホームシアターと言いつつ、ほとんどこれ映画館じゃねえから、本当に映画館だわね、すごいな、うん、素敵、こういう感じもいいよね、落ち着いてて、うんうん、うん、ね、素敵だわ、うん、もう豪邸ならではの設備ね、うん、贅沢だわね、どんな映画なんでしょう、素敵な感じですね、うん、はい、撮っちゃおう、あー、なんか大丈夫ですか？うん、移動しますよ。はいはい。広いので、広いので。よくこう迷わないでいけますね。えらい。こっちですよ。
こっち。はい。はい。じゃあ今度はお2階の方を、お2階、はい、しましょう。やばい。お2階。見えしなった。階段あるから大丈夫。わかる。詰まっちゃった。階段。今回は、ね、こうちっちゃなお部屋がいくつかに分かれてて、ええ、例えばこうビリ遊びゲームの部屋。ああ。ほんとだー。うん。お金持ちって絶対こんな感じだよね。そうね。絵に描いたようなね。うん。うんうんうん。こういう部屋あったかあるね。うんうん、ああ、なるほどね。プレイルーム的なね。うん。ビリヤード。ビリヤードだけしかないお部屋なんで、すごいよね。すごいね。もう、これだけって感じ。うん。うん。娯楽に興じる。お部屋や、ヒュンと。まさにこのビリヤードゲームできるぞ。おー、ということは相当プリムが高いってことですね。セカンドライフ内的に言うと。いや、ガン。そうでもないの、うん、あ、クリちゃん、あれ、上でいいのかな、うん、上だよ。ん、実際にゲームができるのって結構プリム数高かったりするじゃない。今はでもそんなんでもない、18プリムしかなかった。あー、なるほどね、うん、18プリムでもいらない家だったら置けないよ、他のもの置くよね、置けないよね、うん、普通の家じゃね。そしてここはもう本当に広い図書室。うん。ほんとだー。すごいいいですよね。落ち着くわー。いいじゃないか。あら、素敵ー。溺れちゃうんだから。あら、ほんとだ。あー。すごい。そうなんですね。あ、たけるくんも登ってるし。うん。だ。これ探せる方にはあるのよ。うん。だからお外は見れるように。あ、素敵素敵。います。あ、綺麗だわ。ね、お部屋お部屋にさ、こうやってあるのいいよね。いい。うん。で、また、あ、落ちてない？落ちたし。落ちたし。綺麗だ。なんか今左の方に、うん、左の方を見たらなんか変なものが私の視界に飛び込んできましたけど、あれは間違いであってほしい。ないでしょ、そんなものはここにはないでしょ。あ、あれは幻想ですね、今ね。幻想しかし。なんか変なものが一瞬見えてびっくりしましたけど。なんかね。見なかったことにする。やっぱり見なかったことにしましょうね。何もないよね。何もない。何もない。何もない。じゃあ、他のお部屋も拝見させていただきましょう。そうですね。最後に両親に書いてあげた方がいいよ。そうね。うん。そうそうそう。早く閉めて。早く閉めた方がいいね。オッケーオッケー。こっちでーす。はい。やっぱあの、歴史のある建物なのかなんかわかんないけど、うん、やっぱりこう、変なの出たりするのかな。ちょっとね。うん。よく聞きますよね。結構今またちっちゃなお部屋があって。ちっちゃいったって大きいですよね。そうなんだけど。この中だから小さいって言えるけど。うん。まあ、なんか。でもね、暖炉があって。今窓の外ガラスの窓が。うん。うん、何でしたけど。すごいよ、これね。ね、で、どのお部屋もね、ちゃんとね。うん。で、で、ごめんなさい。見なかったことにした方がいいと思います。そうだね。変な影が映ってます。住みないようにしてもいい？うん。見ないようにした方がいい。見ないようにした方がいい。面白いね。面白い。じゃあ今度こっちのお部屋の方にお邪魔してきまーす。はい。つつつつつ。ああ、広い廊下。あ、また広い感じの。オフィスみたいな。うわ、なんだこれ。執務室みたいな感じですね。うわ。もしかしてこれって。あ、すっごい。いいですね。はい。
ここ執務室みたいになってるの、ここが何、うん、そんな感じしません、なんとなく。これでもテーブルじゃないの、これカウンターなのか、カウンターない、え間違っちゃった、こっち椅子ないもんね、うん、うん、そうだね、勘違いしてた、そうね、うん、執務室ではない、うん、そっかなと思っちゃったんだ、うんうん、でもね、ラウンジ的な感じ、そうだね、うんうん、ここはなんかでも白っぽい感じで、そうね、白っぽいのね、映されてて、うん、美しい、綺麗だ、ね、はい、美しい、そういうところで何が行われてるんですか、ねえ、ね、何なの、ね、オーナーさんのブログを見たら、うん、誕生日パーティーとかやってましたよ、あ、うん、お友達と、でね、こっちがね、クローゼットなの、ルフェーブル家はきっといっぱいこういうお家持ってるんでしょうかね、え、クローゼットですか、これ、これクローゼットなの、クローゼット、ウォークインクローゼットですか、これ、すげー、はないですね、多分クローゼットだよね、こんな感じなんで、うわそうなのか、クローゼットは私の家より広いという家より広いよね怖いわ、まだ残ってんな、おい、うん、あ、ほんとだ、何にしようかしら、しゃ、あ、水出る、ちゃんと、そう、すごいわね、しゃねー、どんなし、うちなんか入ってんのかしら、みんな入ってないのね、どんなし中、開けて誰かが入ったら怖いけど。ね。確かに。うんうん。ですね、はい。ね、あー、こっち側に映ってる鏡で。すごい。何？ほら、こっちに鏡があって、その化粧台とかが映ってる。あー、はい。うまくやってるな。そこにいるたけるくんが映らないから、たけるくんはドラキュラかなっていうね。感じですね、そうそう、俺はな、うん、そうそう、俺は、俺はそう、ね、いやー、綺麗、よくできてる、細かいところまでずいぶん行き届いているから、うん、そしてここが、あ、白いグランドピアノがある寝室でーみたいです、じゃん、寝室にグランドピアノ、なんて贅沢な、わあ、なんて贅沢な、すごいわーこれ、すごいわー、グランドピアノだな、そしてな、なんていうの、ベッドシーン、ベッドと、うん、ベッドシーンが、いや合ってるの、ベッドシーン、ベッドとソファーが合ってるの、あー、ほんとだ、はい、素敵、マジパブリック、そうだね、ね、うん、して美しいお外です、ほんとだ、美しいお外ね、あ、ちょっと贅沢な、これめちゃめちゃ贅沢よねちょっとじゃなくてちょっとじゃないよね、そっか、でも外出るとこのピンク色のバーってこう広がるお花がすごく綺麗だしね、うん、なんかアーチがあるなんてって感じね、うん、うん、まあ、なんて素敵なんでしょう。あら、たけるくん、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。お手伝いがいないから、添い寝してもらえないね。ひまちゃん、添い寝したら。何来るか？デッドシーンか？そうそう。ね。でね、ここなんですけど、こっちから行かないで、こっちから。もう行くのね。うん。じゃあ、俺の方か。こっち？こっちから広い、ずっと。あ、こっちからも出られるんだ。出れるの。出れて、ずっと行くと、うん、あ、どんどんまっすぐ行っちゃってください。どんどんまっすぐ。まっすぐまっすぐ。うん、すぐ。あ、綺麗だな、花が。うん。ここ入るのかしら？そうなの、ここ。外からも中からも、同じお部屋に行けるの。うん、ここもパーティールームのような、パーティールーム、うん、こういう感じも素敵ですよね、ね、なんかまた全然雰囲気が違う、うん、うん、
で、外から来れる感じがいい感じ、ね、外から来れる感じがいい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。ここは部屋の床が石なのね。ね。で、そこは海がかなり綺麗です。床ごと入れてさ、コップを落とすと 100% 割れるかな。そうやーね、そうやーね、うん、あー素敵、綺麗なとこですよね。綺麗ね。じゃあこのまま行きますよ。はいはい。で、一応これで建物の中は、はい、一通り見させていただきました、うん、はい。また一個ちっちゃなお部屋を抜けて、うん、表に出れます。はい、うん、このままの降りて、うんうん、なんかね、あちこちのドア開けっぱなしにしてきちゃったのがとても気になるんですけど、閉まんないの、閉まんないの、自動で多分、いや閉まる、何もないの、閉まると思うんだけど。そして裏に、裏側のドア買っちゃいます。裏側な、裏側見ない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 、ちょうど裏側に行ったドアは自動で閉まんないから後で閉めに来ます。たけるくんこっちだよ。はい、こっち、あら車が、うん、こっちね、クラシックカーが脇を通って抜けてきます、ね、すごいわ、雰囲気、雰囲気、うん、クリちゃんドレスにさ合うよね、この車。合うわね、合うわね。あ、素敵だわ。やろう。うん、乗れるかな。乗らないよ。乗れないか。出てこない、オーナーしかない。そうね、こっち、そう、こっち、これ、うん、ここ、クリの合ってるの、これ合ってる、合ってる。あ、ほんほんほん、ちょっと工程の脇を、もうこれ素敵よ、抜けてきます。あー、なるほどね、なるほど、これうまくできてるわ。こっから、うん、プライベートビーチに抜けていけます。これあれだね、窓ガラスのテクスチャーが外側の方が暗くなってて中が明るくなってるんだね。あ、そうなんだ。そうそうそう、よく考えてあるわね。そうそうそう、素敵素敵、うん、なるほどね。こっちに行っていいのかしら。うん。そしてビーチに出ます。プライベートビーチは？プライベートビーチ。これ気持ちいいよね。プライベートビーチ。気持ちいい。で、ここで、インフォを。オッケー。ちゃいましょう。オッケーオッケー。お願いします。はい。じゃあ、建物を背中でいいのかな、うん、この辺で、じゃあ、用意しますね。じゃあ、結構もっと海に近づいちゃおう。この辺を。もうなんか。はい、はい。ね、素敵、うん。準備するわよ。ブーン、ブーン。ん？ブーンってなった。何が？大丈夫か？海、海に向かってやるの？建物が背中に映った方がいいかなと思ったんです。いかがですか？いいですか？ちょっとお待ちくださいね。はい、お待たせいたしました。はい、はい、ではたびたびイメ大陸スポンサーチームからの今週のインフォメーションをご紹介いたします。はい、Jサポから現在の活動および今後の展開、リアルでのアバター教室、セカンドライフでのアバターコンテスト、動画コンテスト、そして情報買取センターなどに関するお知らせです。うん。Jサポ等では、セカンドライフを新しく始める方のサポート活動を中心に、日本人の新規登録者の拡大と、登録者の活動拠点として活用いただける日本人居住区の建築を行っています。うん。現在の活動としては、登録直後の方が操作方法などを習得するチュートリアル施設をはじめ、日本人スタッフによるサポート活動や、新規ユーザーの活動の拠点となる住居や、活動拠点の提供を行い、またその居住区を保守管理していく人材の募集や育成も行っています。うん、今後の展開としては、日本人向けの居住区の整備や、
さらなる人材の確保を目指し、日本人が始めやすい環境づくりを目指して、日本人向けサポート活動の問題点などの交渉も、リンデン社との間でスタートしたそうですよ。また、他方面の初心者支援施設との方との連携を図って、さらなるサポート体制の強化を目指していきます。うん。先月、5月31日に開催されました、初心者支援の今後を考えるフォーラム、初心者支援フォーラム2014の協賛団体の代表者と参加者による意見交換会が6月18日に J サポートセンタービル7階の会議室にて行われました。今回の意見交換会では現場の第一線で活躍されているサポーターの皆さんからの活発な意見交換も行われ、今後の方向性なども協議されました。今後も定期的に意見交換会を行って、また新規協賛団体の拡大なども行っていく予定になっています。うん、仮想空間の楽しさを気楽に体験できるアバター教室を静岡県にて開催いたします。対象は 3D 仮想空間セカンドライフ未経験の方、初心者の方たち、 3D 仮想空間セカンドライフを始めてみたい、そんな仲間の方にぜひご紹介くださいね。また当日セカンドライフ内からもぜひ応援に駆けつけてください。主催は静岡市北部勤労者福祉センターラペック静岡さんで、静岡市の広報にて掲載されています。この件に関する詳細は J サポホームページ、 J サポ等で会いましょうをご覧ください。そしてですね、セカンドライフを始めるきっかけの一つとして、かっこいいアバターに憧れたり、かわいいアバターになりたいって思ったりしますよね。そんな誰もが憧れるアバターメイキングなんですが、Jサポ等では一人でも多くの方にセカンドライフの楽しさを知ってもらいたいという思いから、そんな憧れのアバターをコンテスト形式で大募集いたします。応募方法は自分のアバターをスナップショットで撮影して応募するだけ。誰でも気軽に参加できて、さらに賞金景品もゲットできるチャンスです。入賞に自信のない方も応募するだけで当たるラッキー賞から、グランプリ作品には高額賞金をゲットするのも夢ではありません。応募期間は7月1日より31日まで。結果の発表は8月初旬に J サポのホームページにて発表いたしますよ。募集要項につきましては6月29日のブログにてご案内いたします。また、動画コンテスト2014夏は8月2日より募集を開始し、締め切りは8月31日の予定です。募集要項につきましては7月中旬頃よりご案内いたしますので、どうぞお楽しみなさってください。そして次は先週よりスタートしましたセカンドライフのお得な情報をその場で現金買取をするという新企画、あゆみの情報買取センターなんですけれども、開局後1週間で50件を超える買取実績、その買取の合計金額は1万リンデンドルを突破いたしました。皆様のお持ちのアイテムのフリー情報やギフト情報、また自らのイベントやセール情報を宣伝できる上に、買い取られた情報はその場で公開され、会場にお越しいただくだけでも有益情報をゲットできるというダブルチャンスです。うん、次回の開催なんですけれども、次回の開催は7月5日の土曜日を予定しておりますので、皆様そちらの方もどうぞお楽しみなさってくださいね。というわけで以上、たびたび夢大陸スポンサーシムからのインフォメーションでした。今日も盛りだくさんでしたよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。で、サコさんねー、うん、すごい活発ですよ ね、なんか、うん、早くシムオープンするといいなって。そうね、楽しみですよね。それもね、なってます。ホテルはできましたけどね、うん、楽しみですよね。うん、アバターも応募しちゃおうって、はい、人かに。そうね、
アバターを自分の何アバターをスナップ写真撮っただけでそれで応募できるっていうお気軽さはいいですよね。ねえ、なんか難しい、うん、綺麗に撮らなくていいわけでしょ。そうそう、綺麗にあと何アバターをまたまた作り直したりしなくても自然体でもいいわけですから、うんね、もちろん作り直してもいいと思いますけどね、うん、で期間が1ヶ月あるのが嬉しいね。そうね、うん、でもね結構ねまだあるまだあると思ってるとあっという間になっちゃうんですよね締め切りがね。 そっか頑張ろう、うんうん、頑張ろうね。ね、はいはい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。たけるくんもアバターを応募しようよ。そうもね、俺、うん、宣伝になるしいいんじゃない。まあ俺に関してはもうほんと結構まあ、うん、そんなにしちゃいそうだ怖いよね。逆になんかさっきからこう時々こう画面で私たちが見ないようにしているこう変わった方っていうか変わったアバターっていうかすごくユニークなアバターも面白いですよね。ギターの方もいらっしゃるだろうな、コンテストに。そうですね、きっとコンテストにね参加なさるといいですよね。楽しみだわね。はい。あー、はい、もうなんか、亡霊みたいな感じ。亡霊え亡霊すごいよね、なんかね。やっぱ大きな屋敷にはそういうね。あ、亡霊がつきものです。亡霊がつきものだからね。こっちよー。はーい。来た来た。オッケーオッケー。はい、あら、なんか、こっからまたちょっとお庭に、が綺麗な。綺麗なお花。あ、間違えちゃった。どっちかな、こっち、うん、はい、ずっとこれだわ。まだまだで突き切るの、突き切るの、一応左側回る、回るんでしょ。こっち突っ切っちゃってごめんなさい、多分突っ切っちゃいけないんだと思います。突っ切ったよね、俺回ってるよ、俺回ってたじゃん。回りつつ突き切ってみた。あ、綺麗。もしかして正面が教会になってるんですよ。うん、やっぱり。だらー。あ、本当だー。おー、きれいきれい。あ、本当だー。すっごい大きなゴージャスな教会。あ、きれいね。教会だわー。きれいきれいきれい。ここで結婚式とか挙げられちゃったりするんじゃないの？ね、ここね、こういうところで。うん。あ、このお花よくできてるな、これ。あー、でも、あれだね。綺麗だね。このお花ピラピラになんないのね、すごい綺麗だわ。セカンドライフ内のお花ってちょっと往々にしてピラピラに見えたりする。あー、なんかね、悪霊が。なんか見える。悪霊が見える。やばい、悪霊が見える。見ちゃいけないものか。見ちゃいけないものが見える。あー。神様。神様を助けてください。どうしよう、オルガンがどこにあるのかな。やめて、あ、行っちゃおう。ここの教会だよね。わー、目が合ったらやばい、呪われる、呪われる、うん、目が合ったら呪われる。おかしい。もう早速呪われる前に後にするって感じかな。じゃあ行っちゃおう。呪われる。いつも悪霊ってなんか2人の見えるような気がしたんですけど、でも悪霊一体なんですね。2人とかさ、やばいよ。この死ぬのやばいよ。あ、そうかそうか。そうそうそう。俺、敷居自体はもうなんか。敷居が危なくなっちゃう。そう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 。じゃあ少しお庭をお散歩しましょう。はーい。プールですね。最初に来たプール？うん、そうそう。うんうん、で、このプールの小屋というか休憩場所？小屋。ちゃんと暖炉も用意してあるの。あ、いいじゃん。体が冷えないようにね。そうそう。え、こちらの方が。あの、焼いている人がいるわ。ええー。それはチタニウム製ね。うん。うん。なんか、いい湯棚に見えるところが不思議ね。うん。うん。暑そうよ。ちゃんとアンテナが赤くなってるわ。うん。どうだ。うん。あれ、どこ行った？こっち。ここにいるわよ。うん。
そっち？うん。少しね、綺麗なお庭を。右、右。うん。ガーデンを散歩しましょう。ガーデン？うん。ガーデンよ。ガーデン？ガーデン。ガーデン。ガーデンって言わなくてもいいよ。ガーデン。ガーデン。びっくりした。綺麗なガーデン、綺麗なガーデン。よあら？お墓？お墓がある、ね。お墓がある。何人かのお墓が。あ、本当だ。います。木刀。あ、でも本当の本当の、うん、よね。型みたいですね。そうですね。ああ、なるほど。静か。黙祷。フレンドパートナーとフレンドブラザーとか書いてる。そうですね。なるほど。そうなのね。で、お写真貼ってありますもんね。リアルのお写真貼ってるのね。ですね。なるほど。でもこういう綺麗なとこで眠られるのもいいよね。いいね。ですね。綺麗な噴水。ずっと。お庭になってます。ほんとだ。これここ裏側なんだよね。まあさっきの場所のね。これが素敵だわ。で元に戻ってきます。なんかほら水とか緑とかお花とかがすごくいいバランスで進んでますよね。ね、素敵ですね。ラスっぽいペラッペラのはないね。ないないない、ほんとにない。怖いものでも何でもそうだよ、ね。うん。ペラペラのものがないからね。あくまでもどこまでもゴージャスに。ですね。ね。じゃあ、こちらの方から少し場所移動します。はい。お見事、お見事。こっちよ。なんか、ありがとう、ありがとうって言ってるの？お見事、お見事。まあ、お見事、お見事ね。うん。うん。本当にお見事だわ。なんかお花の色調もその場その場でちょっとトーンが違うのよね。そうね。うん。あ、とってもいいわ。ねえ。うん。本当に。素晴らしい。どう、まあ。このま、なんか、どう、まあ、あの、小道？うん。すごく素敵なんで。ほんとね。適度な広さが。気持ちがいいですね。視界がこう開けていて。で、あの豪邸のお家の裏の裏側の方に出てきます。はい。なんか待ち伏せされてる。亡霊に待ち伏せされてる。目が合ったら呪われるから目合わせたのよ。目合わせたのよ。絶対目合わせたのよ。止まってる、やられるぞ。なんで止まっちゃう。止まってる、死んじゃう。やられる、やられる。危ない、危ない。危ない。危なかったな、今。出られました。シム声があるのかしら、この辺。聞こえます。聞こえたのかな。結構スムーズだった。はい。ここが、豪邸の裏側の。何ここどんだけ広いの？湖に立ってます。え、豪邸の後ろ、豪邸の後ろが死ぬ一個なの？そうなの。お庭なのね。そうなの。なんだって素敵ー。素敵ー。危ない危ない。亡霊2号か。危ないぞ。亡霊2号目が合ったら危ないぞ。でね、湖のところずっとぐるっと一周歩けるんですけど、あの、それもすごく綺麗で素敵なんですけど、今日ちょっとお時間の関係で、
あの、この周りをちょっと動く、はい、あの、見てみます。ひまちゃん、狙われてるから、亡霊に気をつけてね。はい。やばい、あいつ、動きは、なんか、臨床になってきて、なんかすごく。でもね、楽しそうだから、よかった、亡霊も。そうね。そう、ちょっとボールが跳ねてるって感じで。あ、そっかそっか。うん。いいかもね。亡霊も楽しそうでよかったっていうのが面白い。え、ここにもえ、この建物ってさっき見た建物、うん、ちっちゃな。違うよね。違うよね。まっすぐ、まっすぐ、豪邸からまっすぐ。うんうん。来れます。なるほど。うん。さっきは、あの、左の、右の方に曲がってっちゃったんですけど、うんうんうん。まっすぐ来ると、この裏庭の方に出てこれるっていう。ああ、そうなのか。なってます。なるほど。うん。ここもさ、素敵だよね。そうだね。ね、ダンスとか、ダンスとか、まったりしたくなっちゃない？まったりして、ここではまったりしたくない。なっちゃう。でもね、ここではダメ。亡霊の、亡霊が今ね、ここはもう今住み着いてて。森の中も素敵なんだよ。時間があったら遊びに行けたらいいなって。そうね。うん。あっちに見えてる建物とかも入る。やっべ、亡霊が話しかけてきて、素敵ねとか言ってやばい。あっちは入れないの。うん。あっちは、あの、オーナーさんたちの指摘。ああ、プライベートな場所なのか。あっちに？なるほど。自分作りかけって感じ。ああ、まだできてないのね。うん。うん。ああ、なるほどね。うん、なので、素敵だわ、でも。ここまでということで。とっても素敵なお庭でした。うん。あ、こんな感じです。こんな感じになってるのか。そう、ちょっと中を私も覗いちゃったわ。素敵だった、すごく。覗いてるよね。うん。なるほど。ああ、これだけなのか。素敵です。こんな感じで。はい。すごいね。と。ね、すごいね。うん。思います。あ、たまにはこういうとこもいい。あ、あれいいね。こういうのいいわ、とっても。そう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 、うん、ね、今日はどうでしたか、みーちゃん。なんかね、あんまりほら、こうゴージャス系のドレスを着る機会がないのことだったんですけど、うん、そう、ひまちゃんに言われて、なんかちょっとパリス・ヒルトンになった気分のすごい似合いです。っていう感じで、うん、ね、こうドレスにこうぴったりのお屋敷で、うん、とても気持ちが良かったです。はい、うんうんうん、隙がないっていう感じのとっても素敵なマンションでした。うん、でしたね。はい。たけるくんどうでした？あのね、うん、素敵でこういう建物って、うん、結構ペラペラだったりとかもこう。家はちゃんとしてても、内装品はこう、うん、大したことなかったりとか。ここはね、結構ね、本当に頑張ってるのがもう、そこら辺中に見えるから、大したもんだなぁと思ったよ。あの、植物類もいい植物使ってましたね。バランスがすごく良いよ、うん。うん。色もすごくいいバランスでしたね。心地よかったです、すごく。うん、うん、良いと思いました、うん、はい、とてもいい気持ちになりました。よかったです、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では、今日食べてみゆめ大陸、ありがとうございました。そう、俺が映ってますけど、うん、まあね、来週もまた素敵な趣味をご紹介したいと思いますので、はい、楽しみにお待ちください。はい、はい、ハッピートラベリン、ハッピートラベリン、バイバイ、おやすみなさーい、皆さん、ありがとうございました。I'm not afraid.
せない。